月夜峠。水の妖集。これも同じく遠野で聞いた話だ。その近傍のある海岸の村に住んでいる二人の漁夫が、ある月夜に、近くの峠を越して、深い林の中を、話しながら、魚類のたくさん入っているカゴを肩にして、家の方へ帰ってくると、その途中で、ひょっこりとその一人の男の女房に出会った。その夫は女房に向かって、お前は、どこへ行くのだ、と尋ねると、女房は、急に用事ができたから、村まで行ってきます、と答えたが、そばで連れの男が、見つめていると、目合わそう言いながら、目を異様に光らして、カゴのあたりを、鼻先をピクピクさしている模様が、いかにも怪しいので、これはてっきり魔物だと悟ったから、突然その男は海中にしていた、両々の刃物をひらめかすが早いか、女に踊りかかって、その胸のあたりを一突き強く突くと、目合わキャッと一声叫ぶと、そのままどことも知らず駆け出して姿が見えなくなった。夫はびっくりして、どうしたのだとその男になじるとおわすこぶる平然として、何これは魔物に違いない、早く帰ろうと言いながら、その男の袖を引っ張るようにして、人についたが、夫なる男の心配は一方ではない。急いで家に着くと、早速雨戸を開けて、女房の名を呼ぶと、はいと言いながら寝ぼけまなこをして、確かに自分の女房が出てきたので、ようやく安心してさっき会った話をすると、その女房も思い当たるような顔をしながら、不思議なこともあればあるものです。私もさっき、松さんに殺された夢を見て、思わずキャッと叫ぶと、目が覚めたのですと、言ったので、その漁夫も、それを聞いて不思議に思ったから、翌朝になると早速に、前夜の連れの男と一緒に、昨夜の場所に行ってみると、そのところから少し離れた草むらの中に古狐が一匹死んでいたとのことであった。